こんにちは。10月の7日金曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、現時刻が17時35分を過ぎましたと。こういうとこで東京市場時間終了というとこで、これからですね、まあインターバンク市場。 え、来週の月曜日お休みでございます。まあ、FX 取引、CFD 株365など、などは通常の取引になるわけでございますけども、インターバンク市場、そしてまあ、株式市場のお休みとこういうところになるわけでございます。えー、週末の調整も強めてというところが今日の東京市場のですね、まあ、リスク管理上の大きなポイントだったのかもしれませんが、さて今日の東京市場。 え、まあ、東京市場というか、まず東京の話題は、当社のーえー場所がですね、東京都は中国銀座でございますけど、今日はですね、え、両五輪のえ選手外旋パレードというのも大騒ぎになっていたんですが、それがまあ、東京時間のお昼頃でございました。その前に東京時間大騒ぎになったのがこちらでございます。え、これは外為市場の方のニュースなんですけども、 え、こちら、フィナンシャルタイムズでございますね。ご覧になっていただければと思います。えー、ポンドペインズ、6% in 2 minutes と。まだ、まあ、2分だったのかなと。ちょっと個人的にもあれっていうふうにして思うんですけども、何があったのかというと、ポンドが、えー、まあ、急落した経緯というところでございます。こちら、ちょっとチャートの方をご覧になっていただけますでしょうか。今日のですね、えー、朝の8時ちょっと過ぎぐらいだったでしょうか。えー、ポンド、えー、が、まあ、 急落とこういうところでございます。で、これに関してですね、えー、市場関係者で先ほども実は、ロンドン、えー、ロンドンの英国の現地の方から、まあ、電話あって何があったの、どうだったのというような話になったわけでございますけども、えー、ポンドが対主要通貨において急落で、えー、ポンド円も含めてですね、ユーロポンドだとか、まあいろんなポンドが、まあ、大きく下落したところでございます。で、まあ、結果論としてはですね、 元に戻ったという言い方も変なんですが、少しまあ買い戻しが入ってというところで、ポンド円などもお128円台までな,、まあ、なんとか押し,押し戻されたというところ、128円、そして129円水準ぐらいまでぐっとまた戻ってきたという状況ではあるんですけども、どうやら一部の市場観測からは、うんちょっとポンドドルにおいてですね、 ご入力、というんでしょうかね。ちょっとお題を間違えて入れた。で、それに相まってアルゴトレードストップロスも発動されて大きく下がったというような観測があるというような話は今日、実は午前の10時からラジオ日経さんのマーケットプレスラジオ番組に出させていただいたんですが、そちらでもちょっとお話しさせていただきました。ただしでございます。ただしというところで、えー、ちょっとご案内でございますけれども、週末。 こちらいつもご案内させていただいておりますが、川瀬美都市。そこで今回ですね、ちょっとタイトルが、10月1週号、安倍首相決断を阻む副兵は、ポンド安かと題してご案内させていただきました。えー、前回はですね、5人の女性たちが、うん、まあちょっとマーケットの主役になるんじゃないでしょうか、登場するんじゃないでしょうか、というふうにしてご案内させていただいたんですが、その中のお一人、メイ首相のご発言というものに関してですね、ちょっと と整合性というんでしょうかね。意外と高派というようなことに関して、ちょっとこちらの方で、ウィークリーレポートでご案内させていただいております。まあ、それがやはりですね、ポンドに対する、えー、脆弱性というんでしょうかね、不安感をちょっと醸し出してるんじゃないかというような形での、えー、今日の短期的な動き、もしくはちょっと中期的なというんでしょうかね、ウィークリーベースでの見通しの中に含まれているというところで、今回ご案内させていただきました。 さてで、今こちらの方、えー、ご案内させていただいたウィークリーレポートにおいてでございますけれども、売買心理動向、えー、為替の、えー、回避率、ドル円の回避率の方がございますので、ちょっと今回はこちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。1ドル103円超後の心理と、えー、10月10週為替見通しというところです。で、その前に、 まずは日経平均、採用銘柄、値上がり率の方でございますけれども、本日の日経平均株価、まあ、16,800円台で、なんと安定推移というんでしょうかね。えー、ただし、17,000円の壁をちょっと見上げての動向というところでございました。まあ、こちらの方はですね、 え、まあ、ま、衣服堂々とまでは言いませんが、安定飛行をしていたのが日経平均株価だったのかなというふうにして思います。えー、で、対して、えー、先ほどの、えー、ポンドの動向に合わせてなんでしょうか、クロス円、えー、ま、ドル円の方も、えー、中値受給が終わった後にですね、ちょっと白落感があったというところでございました。ただし、103円台の後半から大きくずれてないよと、とういうところだったかと思います。で、日経平均の方でございますけども、今日やはり、ちょっと目立ったのがですね、えー、優先。 え、であったりだとか、ドア、まあ、商船密井東海カーボン、こういったところだったかというふうにして思います。えー、郵船の方はですね、えー、もしくは、あまあ、商船密井もそうでしょうか、えー、バルチック海運指数、国際運賃指数の方が、まあ、結構上昇しておりますので、えー、郵船はこれ特損1950億円出しているんですが、まあ、そうしたものは覆いかぶされて上昇とういうとこ、そしてまあ、ドアとか、えー、東海のところでございます。えー 3.1でございますけれども、アインシ鋼の改善、まあ鉛ですね、こうしたもののまあ、えー、非鉄金属というんでしょうか、そうしたシ鋼の改善というのが、えー、銘柄、まあどちらかというと今日は。 個別銘柄の上昇の中ではですね、外部環境によって、えー、上昇を,を示すような形になったんでしょうかね、えー。そうしたところが今日はちょっと目立ったというところでございました。さてで、改めてでございます。えー、先ほどご案内させていただきました10月1 0週号。 え、安倍首相決断を阻む副平はポンド安かというふうにしてこちらのところでもご案内させていただいておりますが、右側のところの売買比率動向、アップしてのところでご案内します。要は、もう今日は非常にシンプルでございます。103円台に向けて、そしてまあ104円台に向けてドル高円が進んでいるという状況でございますけども、 えー、当社岡山オンライン証券のお客様方は回避率を下げてると。要は、まあ、リグイ組も多かったかとは思いますが、戻り売り圧力を強めている方々が多いので回避率の低下と。いうところが、まあ、シンプルな今回の、えー、オチでございます。えー、要は回避率が下がってる、持ってるものを売ってる、そして新たに売ってる方々もいらっしゃるというところで、えー、現在103円台の後半、えー、この辺が今後の分水嶺になるというようなですね、大事な仕様に差し掛かってきたというところで、ま、回避率 率の低下というところかと思いますでただしこの回避率の低下というのは、えー、そうしたまあ先々の意味合いではですね、うん、まああ ま、当然なのかもしれませんが、上伸をさらに強めていくのであるようであるのならば、えー、ひっくり返して順、えー、順張り追随をしていく向きもいらっしゃるのかなというところは、まあ、投資要力は相応にあるというような、まあ、低減かというんでしょうかね。回避率60%水準までの下落というところ。1ドル103円台。まあ、これはまた、 で為替相場見通し、もしくはリキュアのエフェクス道場などでもちょっとご案内させていただきましたけれども、えー、中期的な観点でのちょっとテクニカル的な水準は、えー、一旦、えー、今までのところとは、 変わってると。変化を見せてるよと。まあ、これは以前、えー、この、え、買シナリオのとこでもですね、え、長方形分析で、ちょっと潮目変わってきましたかね、というようなお話をさせていただきましたが、ただしそれが騙しになるのかどうか。で、え、さらにですね、やはり市場関係者と話を聞くとですね、ドルと円。 それぞれ取り巻く環境何か変わったっけというような素朴な話が出てまいります。えー、そうなりますと今まさにですね、重要な仕様になってくるよとおいうところをですね、改めてですね、ご留意していただいて、マーケットエントリーをしていただければというふうにして思います。 そして今回の売買シナリオでございますが、なぜかいつもとちょっと違うなというふうにして思われる方もいらっしゃるかと思います。今夜は米国の雇用統計がございますので、基本的には様子見、ないしは売り買い待機というところでのスタンスでございます。売買シナリオとしてはちょっとご案内させていただきたいのは、予想レンジは 103円の40銭から104円の30銭。ちょっとコアなところです。非常にタイトなところではございますが、数字が大きくブレてきた場合は、この、えー、大、黄土色というんでしょうか。オレンジ色のところで書かせていただきました。102円の85銭から104円の80銭。ぶ分2円幅あるじゃないというふうにしてご指摘あろうかと思いますが、現水準が103円の80銭水準ぐらいでございますので、えー、ね、まあ、結果次第によっては、 大きくですね、1円ブレぐらいしてくるのかなというふうにして見ております。えー、で、どちらかというと個人的には、下値リスクの方が高いのかなというふうにして見ております。そうしたところでのポイントは、えー、東の一目均衡表の雲の上限100人の85千水準。 え、今から、ここの水準からで、まあ、1円水準ぐらいありますけれども、上昇帯がこの緑色でぐっと囲っているところがございますので、ここを埋め戻すほどの悪材料に出てくるのかどうかというのがポイントになってくるかと思います。え、ただし、ただしでございますが、102円台の前半ですね、101円台の後半から102円台の前半、かなりテクニカル的な支援、え、指針がございます。東の一目、雲か弦、内詞はボリンジャーも含めて、周足も含めて、かなりありますので、え、この辺が102円台の 円台の前半がまあおそらく101円台の後半から102円台の前半は崩れないかとは思いますがこの水準もご覧になっていただければという,ふうにして思いますが、するするするっと上昇帯ございます、この辺を埋め返して押し返していくようですと、またまた1ドル101円台。 を割らせるような、えー、転換になってくると、こういうところでございますので、当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが、今夜の、雇用指標、どのような結果になるのか、予想数値もちょっとこちらの方でご案内させていただければ、十分ご注意していただければというふうにして思います。そして、深夜でございますけれども、 これちょっと珍しいのかもしれませんが雇用統計が終わった後に FRB 幹部の講演などが多数用意予定されておりますのでこちらの方もちょっとチェックしていただければというふうにして思います。えー、米国の雇用統計が 受けて FREB ののの幹部がどのような見解を示すのかえー、これによってですね、まあ、予想レンジに、また、えー、もっと戻ってくるところでございますけども、大ぶれしてくる可能性があるよ、というところかと思います。えー、さらにはでございますが、週末、このまたまた、大統領選挙、第2回目の討論会ございます。えー、トランプ候補、えー、復讐を、復讐という言葉はよくないかもしれませんが、えー、もう一回ですね、激しくぶつけるというような意気込みの報道が出ておりますので、 ただし、ちょっと個人的にはでございますけれども、対日パッシングというのは、製造業もしくはいろんな形での選挙、集票っていうんですかね、そして日系企業の動向も意識して、あまり過激な発言、言動は示さないんじゃないかというような見方もちょっと強まってまいりました。そうなりますと、今まではどちらかというと、 円安牽制ないしはドル安というような形での、えー、為替市場への影響が取り出されてきまいりましたが、ちょっとこの辺はですね、少し動きが変わってくるのかなというところ、で、来週の月曜日繰り返しになりますが、お休みでございますので、でその辺もですね、ご念頭に置いていただいてというところかと思います。えー、ポジション調整、縮小の動きも強まってくる今夜というところは十分ご留意いただければというふうにして思います。 さて、そして日経225の方でございます。一応こちらの方も様子見売り買い待機ということで、週末とこういうところでご案内、シナリオご案内でございますけども、やはり、米国の雇用統計を受けて、ニューヨークダウがどのような動きになるのかとういうところがポイントになってくるかと思いますが、思いますが、やはり1万7000が、やはりかなり重かったということ。 で対して、16,800円台。要は16,700円台からの支援。え、これもテクニカル的なサポートがかなりございます。そうしたところでは、16,750円から17,700、飛んで50円。ま、17,700円を恣意的につけないような観測があるという話はですね、え、前回の場合品で申し上げさせていただきました。仕組み債だとかリンク債、え、こうした動きがあるというふうにして申し上げましたが、 そうしたところでは株式動向の動きを要チェックというところで今回はこちらの方、ちょっとワイドに見えるかもしれませんが、実際は今この16,800円台を中心とするコアな値動きになるのかなというふうにして見ておりますが、もちろん油断大敵というところで750円から17,050円、この予想レンジで売買シナリオをぜひご参考にしていただければというふうにして思います。 ええ、改めてでございますが、今夜、ガチンコ雇用統計をご案内させていただきますので、ぜひこちらのご覧になっていただければというふうにして思います。えー、10月の7日21時から、えー、田代さん、遠蔵さんとご一緒にご案内させていただきます。で、今回はですね、えー、いろいろご案内させていただく告知内容もいっぱい用意させていただいておりますので、ぜひご覧になっていただければというふうにして思います。さて、繰り返しになりますが、来週の10日、 FX もしくは CFD クリック株産の国などはこれ通常の取引になるわけでございますけれども、市場の流動性がおしくじということでいつもよりもやはり円の流動性が低下しておりますので値が触れやすいという点。 再チェックしていただいてマーケットリスク管理の方を十分チェックしていただいて,いてさらにまたポンドがどういった動きをするのか非常に難しいところでございますそうしたところも踏まえてですね、お取り組みいただければというふうにしております以上10月の7日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました